これでも YouTube のことは本当に気をつけないとね、また小島さんにぶち切られるから。言った、オープニングで言った。さあ、有吉弘行サンデーナイトドリーマー、私が有吉弘行でございます。2022年1月23日日曜日、まあ、ちょうど今ね、まん延防止法とかね適用されて、またあの感染者も昨日1万人ぐらい超えてたね、東京はね、はい、東京だけでね、うん、それであのこの番組的に言うと、あのディレクターの辻君も、うん、子供さんの、まあ、濃厚接触者に当たるんじゃないかということで、今日は休み。今日なんか曲入るタイミングとかちょっとあの山川が今日やってくれてるんで、代わりにちょっといつもとはちょっと違うかもしれないね、曲入るタイミングとかオープニングのボンという音の入り方とか、マニアの人は気づいちゃうから、ね、先に言っとかないと、あやっぱりあこれ山川の入り方だなとか、そんなあ辻とはやっぱ違うなとか、ほら言っとかないと、あそうですか、あれなんかもやもやするなっていう人いるかもしれないね。本当ですか、最初に言っとかない、今日はあの山川女子がやってくださいます。ああそうですか、はい、緊張しませんなんか。いや緊張してないです、山川は山川なりのやり方でいい。ああそうですか、それでいいってことですね、はい、分かりました。だから大変ですよね、目覚ましテレビは7人アナウンサー見合わせ、うんうん、だってまるまる入れ替わってましたよ ね、うん、ラビットは5組中4組がピンチヒッターだった、うんうん、ね、うん、俺もやってる番組も、あすいません誰か来れなくてあの代役ですとか、うんうん、結構あるよ。いやそうでしょう ね、 なんかね今多いですもんね本当に。いやそれ1万人になるとね、だってテレビとか見てて1万人にプレゼントって言ったら当たるかなっていう感じするもんね。いや確かにそうです ね、 ねプレゼントだったらね本当にね、もう時間の問題っちゃ時間の問題のような気もするけど、気をつけないとね、ここをねやっぱ踏ん張って、そうですね、なんとか気をつけていきたいなと思いますけどね、はい、あとは上島さんが誕生日でしたね、うん、もう61歳ですよ、だからこれで、はい、そうです、だからもう還暦のお祝いムードは終わりと、うん、まあそうですね、もう還暦超えましたから、はい、単純にもう おめでとうございますとか頑張ってくださいね60歳だけどまだまだとかいうのはもう終わりでいいよね、61になったからね。そうですね、まあまあそうですね、はい、還暦祝いみたいなことはもうなくなりました、ね、あこんにちはぐらいでね。いやまあ一応あ終わりし結構こんにちは、そんなそっけない感じじゃなくてもいいんじゃないですか。そうですかね。もうあとはどうですか、なんかメール起きてますか、うん、そうね、ラジオネームにやけこんにゃく、安田の息子の YouTube チャンネル株チャンネルの再生数が 2.5 万回を突破してますんで、さらに再生回数を増やすため太田プロが誇る人気 YouTuber とのコラボしてほしいです。平子お買い物クラブとのコラボでほうれん草買ってみた、西堀ウォーカーチャンネルとのコラボで夜は寒いので歩いてみた、そして YouTube 集団メントスとのコラボで新メンバーになってみた。やるわけねえだろ、なんでメントスに入んなきゃいけない。これでも YouTube のことは本当気をつけないとね、また小島さんにぶち切られるから。言ったオープニングで言う。さあこんばんは、太田プロの真珠、広島が生んだ怪談師、軍人ロックスター有吉弘行でございます。東京半蔵門 JFN スタジオから生放送、サンデーナイトドリーム、アシスタントは、はい、デンジャラス安田です、よろしくお願いいたします。だからあれなんだよね、やっぱり虫の居所が悪いっていうかさ、はいはいはい、まあ、そういう時があるみたいで、はい、やっぱりあれね、やっぱね、全部ラジオは聞いてないらしいんだけど、小島さんですか。まあ腹が、まあ、ちょっとね、はいはい、虫の居所も悪くて腹が立つ時もあるみたいで。そうなんですか。ちょっと随分怒っちゃいました。だからやっぱりもう今後はだからあれですよ、だから三谷幸喜さん、はい、指導さん、中村指導さん、中村指導さん、はい、で若槻千夏さん、はい、で小島さん、はい、これだから絶対にいじったらダメですよ。このラジオではね。あそうです、このラジオでまあ聞いてそうやって来ちゃったら、いやそうですよ、そうですよ、いつ、うん、誰が、うん、どういうタイミングで虫の居所が悪いか分かんないし、はいはいはい、いつその日機嫌が悪いかもいいかも分からない、いちいち確認しなきゃいけない。だからそれはね、もしその人のお話をする際には、だから今後は安田さんにもやっぱ聞いていかないといけないよね、はい、今日機嫌いいですかと最初に本番前に、あーは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 は、私今日今日大丈夫ですよね、大丈夫です、ね、あの殺すってメール来ても大丈夫ですよね。いやまあそれは嫌なんですけどね。いやそんな OK ですよね、まあ、そこまでは怒らない、いや怒りはしませんけど、じゃあ、はいはい、今日はじゃあ癒やすと多いとは言いますけど、その代わりどうぞよろしく、全然よろ、いいです、そんないらないです、僕には全然いらないですから。ま
だからね、はい、人それぞれですから。そうですね、ええ、島さんにも別に悪いことは言ってないですけど、ね、言ってないよ全然、ね、だけどそれは、うん、その俺がまあクソ YouTube 小島さんやってるけどさ、まあ若い人もね、聞いてるから、まあ今見てるからいいよねっていう会話だと、まあクソから始まって最後はいいよねっていうオチになったとしても、クソ YouTube の書き込みを見てるから、そこでカットなっちゃう日もあるから。あるんですか。そうなんですか。そこでカットなっちゃう日もあるでしょ人は。そうなんです。難しいっすそういう日もあるから、まあ気をつけないと。三谷さんと長間修造さんとは直接聞かれて、ちょっといじってますねって、まあ穏やかな感じだったけども、そう怒られる危険性があるから、これはもう禁止と。若槻さんはどんだけいじってもいいですけど、この番組にいろんなものを提供してくれたりとか、スポンサーで偉いので、これ悪いこと言わない。で小島さんも小島さんで、その日の機嫌もあるから、いつもはいいんだけど、いつもはどんだけいじっても優しく許してくれる人なんだけど、ちょうど悪い日もある。書き込み見てイラッとする日もあるから、それはだから小島さんに関しては、まあ一応確認する。めんどくせえな、もうめんどくさくなっちゃった。リスナーが今日ちょっとこういうこと書いてきてますけど、今日これいけますかって聞いた方がいいよね。あ、そうですか。あんまりそれするともういいよしまってって怒るじゃないですか。なんかめんどくさいだろうから、はい、なるべく悪いこと言わない。そうですか。何言ってんだおい。出てきて。聞こえないぞ。なんでコンサート来たのに全然聞こえないじゃないか。俺の方が声出てるぞ。おーしゃ